西本寛一は日本の実業家、発明家、元の折津を機代表取締役社長、和歌山県和歌山市出身。1943年4月、和歌山市で報告写真館を開業し、写真機器の販売及び写真撮影の経営に当たった。終戦後に写真館を西本スタジオと改名して再開。 写真現像の能率化のために1951年6月に写真インガ自動推薦機を発明し、1956年には有限会社、能率港機製作所を設立した。1961年11月24日、能率港機株式会社に組織、社名変更し、1979年にはフィルム現像からプリント仕上げまでを45分で行うことが可能に、 なる、高速自動写真処理システムを開発して、写真現像における流通システムを根底から覆すことに成功した。2005年8月27日午前0時28分、90歳で死去。車窓が行われ、葬儀委員長は島正規製作所の島正弘が務めた。上場企業の中で、90歳は最年長社長、社長歴49年は、 社長在任の最長記録である。なお、かつては、農立後期の関連会社の西本が、和歌山市内で、カメラや写真機材などを扱う、カメラの西本を数店舗経営していたが、2010年代に、すべて閉店し、最後の1店舗となった、カメラの西本社庫前本店及び併設の西本スタジオは2020年6月に閉店した。 閉店時の西本スタジオには西本が収集した多数のクラシックカメラが展示されていた。ありがとうございます。